白雲型艦型図白雲型駆逐艦,艦は、大日本帝国海軍の駆逐艦の艦級。第2期海軍拡張計画に基づき、明治33年度計画で、イギリスの僧に来るト社に2隻が発注され、1902年より順次に収益した。第1期海軍拡張計画に基づいて建造された、シノノメ型をもとに、排水量を若干増大するとともに、 機関出力の増加を図った発展型である。ボイラーは四機に増備され、蒸気正常も圧力十六点二キログラムフォース平方センチメートルに高圧化された。手機械も大型化されている。これに伴い、煙突は二本増やされて四本となった。海上講美では、白雲は三3 1八一九ノット、朝潮は三3 1零五八ノットを記録している。また、 赤月型と同様、火事を釣り間に改正した。兵装は、同じ第二機海軍拡張計画で建造された赤月型の構成、配置が踏襲されており、艦砲として、司令塔上に40口径7.6センチメートル砲一門、また副砲として40口径5.7センチメートル砲を、上官判交端に一門と上限に二門ずつ設置した。 また魚雷については、上艦ン後部の中心線上に2個の旋回雷を設け、これに人力旋回式の 45cm 魚雷発射管を1門ずつ設置した。ありがとうございます。